サン・ジェルマン・ポインターとは、フランス原産のポインター犬種である。A 表記に伴って、サンジェルマン・ポインターとハイフンを用いて表記される場合も、ある。別名は、ブラック・サン・ジェルマン。1830年代頃に作出された古い、犬種である。フランス国王シャルル10世の、お抱え両市長がイギリスに赴いた際、つがいのイングリッシュポインターを入手した。このつがいは、 シャルル10世を通じて男爵くらいの人物に寄贈され、ブリーディングが行われることになった。しかし、後輩の前日に、オスが休止してしまい、純血死繁殖を断念せざるを得なくなってしまった。そこで、残されたメス犬とオスのフレンチポインターを、医師後輩させることが決められた。この後輩によって生まれた7頭の子犬はすべて、狩猟能力に長けていたため、 それを気に入った男爵によって、さらなる改良が加えられ、品種として固定されサンジェルマンポインターが出来上がった。主に、ポインターとして、獲物を探し出して、ポインティングを行うが、撃ち落とされた獲物を回収するレトリーバーとしても、使うことができた。このためパリのハンターに、とても気に入られ、1913年に、初めての犬種クラブが設立された。人気に高い犬種だが、 かつては、ある熱烈な愛好家の悪行のせいで人気が暴落したこともあったとされる。それは同じく、シャルル10世と関わって誕生したシャルルポインターの人気があった頃、一部の本種の愛好家がそれをネタで、ボートとかし、徹底的な批判が行われたとされていて、これによりシャルル X の人気が奪われて絶滅。サンジェルマンも、この一件により、 人気がなくなってしまったというのがその全容である。しかしながら、この話は、現在逸話であったのではないかと見られている。確かに、サンジェルマンの愛好家は、従って、現在は、シャルル X の人気低迷、絶滅は、時代的な流れによるものであると推測されている。だが、サンジェルマンのその一時的な人気低迷の原因は、未だ諸説あり、はっきりと定まっていない。 現在は人気を取り戻し、ペットや、消毒グとしてだけでなくじ、両王権としても人気の高い犬種である。フランス国外にも輸出が行われていて、海外ではよく名の知れたポインター犬種である。しかし、まだ日本には輸入されておらず、あまり知られていない。体型の整った足の長いポインター犬種である。マズル、首、足、胴、尾は長い。垂れ耳。 長く飾り毛のない先細りのタレオで、コートはスムースコート。毛色はホワイトオチとしてレモンもしくはカフェオレのブチが入ったもの。体は筋肉質で引き締まっている。体高はオス56から62センチメートル、メス54から59センチメートルで、体重は雌雄ともに18から26キログラムの大型犬。性格は人懐っこく明るく、まなな酒深い。 しつけもよく入り、他の犬や子供とも仲良くすることができる。家庭犬としても飼うことができるが、両犬の一種のため運動量は非常に多い。なお、寒さに弱いので陶器の散歩の際には洋服を着せることが勧められる。かかりやすい病気などは運動のしすぎによる関節疾患などがある。ありがとうございます。